実習で餃子を作っていっぱい食べただっち。それは良かったですね。バンドで誰がどの楽器を担当するか決めてるの。へえ、ダッチ。それぞれのパートは決まったんですか？まず私がピアノで、私がギター。ギターばっかりだっち。バンドならもっといろんな楽器があった方が。だってバンドの花形といえばやっぱりギタリストだもん。でもピアノ一人にギター4人は多すぎだっち。そうなんだよね。みんな納得いくように決められるといいわね。ソックタッツです。あら、何かしら。はーい。ご苦労様。あら、誰からなの？パパからだ。ピアニッチのパパ？やあ、僕の可愛いピアニッチ。元気かい？そっちは連休中なんだろう？友達を誘ってメロディーランドに遊びに来ないかい？パパピアニッチより。だって。ピアニッチのパパってメロディーランドに住んでるんですよね。うん、お仕事でずっと。メロディーランドか、懐かしいですね。だっち、マメッチたちは行ったことあるんだ。いいな、一度行ってみたいよね。じゃあ行こうよみんなで。いいの？もちろん。メロディーランドに行ったら私たちのバンドももっともっとパワーアップできるよ。姫スペッチの空飛ぶ家、相変わらず素晴らしいですね。あっという間にドリームタウンが見えなくなっちゃったよ。そういえばピアニッチ。ん？ピアニッチのパパはメロディーランドで何のお仕事をやってるの？お医者さんかな。お医者さん？それって外科とか内科とか？まさか歯医者さんたちか？実は楽器のお医者さんなの。楽器のお医者さん？メインは調律師のお仕事なんだけど。調律師さんだっち？いえ、調律師じゃなくて調律師ですよ。ピアノの音を調整するプロフェッショナルのことです。ピアノだけじゃなくて頼まれればどんな楽器でも直しちゃうの。だから楽器のお医者さん。すごい、楽器のお医者さんですか。僕の下手っぴな歌も直してもらえるといいんですが。それって音痴ってこと？マメチが？はい。本当に？音痴って本人が気にするほどおかしくなかったりするし、気にしすぎなんじゃない？そうだよ。それに何年かすれば自然に治ることもあるみたいだよ。そういうものなんですか？ねえ、試しに歌ってみて。
君のせいで。うん、こないだからちょっと調子が悪くて定期点検にも出してなかったし。ダメッチのせいじゃない。悪いのはうちだよ。それよりここどこ。いやあ、ずいぶん派手な到着だね。例えるならラプソディってところかな。パパ、それじゃあここメロディーランド。よかった。メロディーランドへようこそ、かわいいラッドルチェンドたち。僕はイケメンでモテモテのパパピアニッチ、よろしくね。確かに自分で言ってるだけあってイケメンだね。うん、さあみんな中に入って。はい。もう今の音なに。びっくりしたわ。僕の娘のピアニッチとそのお友達がついた音さ。ま、娘さん独身だと思ってたのに。あれ言ってなかったかな。アッドロラーと娘さんと親子水入らずのところ邪魔しちゃ悪いし。私たち帰るわね。それじゃあよろしくね。任せてカンタービレ。パパまた悪い癖が出ちゃったんだ。癖？それよりみんな私のお部屋を見せてあげる。おっと待っておくれピアニッチ。あの部屋には今入れないんだ。なんで？それはまさか誰かいるの。とびっきりの可愛い子ちゃんだよ、エレバート。もう、あ、ピアノ。今この可愛い子ちゃんにかかりっきりでね。いやいや、なかなか手のかかる子なんだけど、それがまた愛おしくてね。アモローソ。もしかしてさっきのお二人も楽器の修理に。もう楽器と見れば何でもかんでも修理を引き受けちゃうのは悪い癖だよパパ。見てみるかい、我が家の可愛い子ちゃんたちよ。すごい数の楽器ですね。見たことないものもあるわね。これなんかとっても古そうだいっち。こんなに可愛い子ちゃんに囲まれてもう毎日がトッカータだよ。もう少し計画的に引き受けようよパパ。そうは言っても具合の悪い可愛い子ちゃんを放ってはおけないじゃないか。もう、はいはい。先生こんにちはリン。下の妹の音の出が悪いんで見てほしいんだリン。おやおや、いけないね。さあさあ入って入って。お邪魔しますリン。あれ、あ、リンクルッチどうして。あれれ、ドリームスクールのみんなだリン。リンクルッチもメロディーランド生まれだったんだ。そうなんだリン、お休みを利用して帰ってきたリン。それにしてもいつもお世話になってる先生がピアニッチのお父さんとは知らなかったりん。さあ治ったよ。よかったりん、前と同じ綺麗な音だりん。先生ありがとうりん。先生の調律はメロディーランド1なんだりん。そう言われると照れちゃうな。本当に素晴らしいです。でも今下の弟さんの音が半音だけずれてたね。気づかなかったりん。うん、すごく綺麗に聞こえたけど。パパはね、ほんの少しの音のずれも聞き逃さないの。すごーい。自分の才能が怖いよフォルツアート。また調子に乗って。え、どれ、せっかくだ見てあげよう。ありがとうリン。僕はもう少し手が離せないから、ピアニッチ、みんなと街を見てきたらどうだい。そうだねリンクルッチ、じゃあドリームスクールでね、楽しんでくるリン。それじゃあ行ってきます。
ロディフェスト？年に一度のお祭りなの。それは楽しみですね。この匂いはお店も似てるね。やっぱりクチパッチは音楽より食べ物ですね。でもクチパッチらしいよけど、みんなの演奏を見てると私たちもスマピ弾きたくなってくるね。うん、じゃあ弾いてみようよ。でもまだ始めたばかりだし。ううん、大丈夫よ。楽しく演奏できるかが大事なんだから。それじゃあやってみる？
どうすればいいのやら。キャンキャン、ゆめキャンチもお手伝いするキャン。トリカワカード。お手伝いアイテムで You can do it キャン。はあ、これってパーティーの時に使うクラッカー。きっと役に立つキャン。練習はここまでにしとこうか。明日また頑張ろうだぞ。やっぱりうちにはもうシュート。サッカーやろうよ。ボールはたまたま。あなたたちは。私たちは通りすがりのサッカー選手プラスワンダキャン。いくよ。あー、華麗にロングパス。ダブルダミブル高速リフティング。なんだか騒がしいし、そろそろ帰ろうか。待つんだぞ。姫スペッチがバイシクルシュート。ラモーナスコーピオン。響いてくるこの音、この魂を揺さぶる熱いビート。これだね。ドドン。震えるビート、盛り上がるリズム。これだ。キメスペッチすごい。そう、ドラムとは生命のリズム。体の奥底から湧き起こる魂のビートなんだドン。キメスペッチはサッカーボールの弾む音からその生命のリズムと魂のビートを掴み取ったんだドン。キッチンを貸してくれと言われたんで驚いたよ。僕の音痴を直してくださいと頼み込まれてね。かなり大変だったけど、この通りさ、フォルテッシモ。でもなんで急に。それはですね、姫スペッチドラムの練習頑張ってください。歌で姫スペッチを応援したかったんですが、もう大丈夫ですね。マメッチ、うち、ごめんなさい、余計なことでしたか。嬉しいの。いやー、いい話だね。さあみんな、それじゃあ冷めないうちに口
チパッチの作ってくれた料理を食べようじゃないか。はーい。よく見たらこれみんな餃子？食べるとスタミナがつくだっち。それはよかったですね。ラララララ音楽が聞こえてきそう。